さあ経済危機と冷戦の終結第五回目です今回は西ヨーロッパ諸国の動き冷戦の終結前と後西ヨーロッパの国々がどのように動いていくのか見ていきましょう今回のポイントは大きく二つございますまずはこの二つのポイント確認しましょう一点目がこちらです新たな経済政策へイギリスドイツで起きた経済危機とは そしてその経済危機に対処するためにイギリスドイツで取られた行動は何だったのか見ていきましょうそして二点目がこちらです EU の発足ですかつての社会主義諸国も参加するヨーロッパ統合の動きはどのように進んでいくのかを見ていきましょう今回はこの二つのポイントに沿って西ヨーロッパ諸国の動き一緒に勉強していきましょう ポイントの一点目、新たな経済政策へ。西ヨーロッパの国々が取った経済政策見ていきましょう。さあ、皆さん、まず今回二つの国を見ていきます。イギリスとドイツです。まずトップバッターはイギリス。千九百七十九年から就任した首相、それがサッチャー、マーガレットサッチャー。イギリス史上初の女性首相となります。 そしてこのサッチャーなんですけれども彼女はイギリス病を克服する当時慢性的に発生していた不況のことをイギリス病というんですけれどもサッチャーはこのイギリス病を克服するんだ例えばこのサッチャーが取った新しい経済政策っていうのは何かというと新自由主義アメリカのレーガン大統領と同じ。 新自由主義を取りますイギリスの経済の悪い点は何かまず生まれてから死ぬまで社会保険を徹底して整備してあげるよそれがまず財政を圧迫してるんだ悪いけど自分のことは自分でやってくれと政府は最低限のことしかしないよだから自分で保険に入りなさいお金を積み立てなさい 何かあったら保険会社からお金をもらいなさい政府に頼らないでくれあともう一個もう国有企業民営化するぬるいんですよ当時のイギリスの国有企業要は赤字が出ても倒産しないじゃないですか国有なんでだからやる気ないんですねそういうのがよくないそういう緊張感ないのよくない国有企業民営化そして人々のやる気を出させるために自由競争奨励 例えば税金をを下げげてて人々が買いい物とかししやすいようにしてあげるだからあとはもう自分たちでやってくれ政府は極力お金を使わないぞこういう方針に変えたこれを小さな政府と言いますサッチャーはこれを行うことによってイギリスの経済危機を回避しようとしたんです。しかしか そのサッチャーに対してアルゼンチンが喧嘩を打ってきましたそれがこちらですフォークランド戦争と言います当時イギリスが持っていた島フォークランドという島があったんですね中南米の近くに浮かぶ島ですそれをアルゼンチンが占領したんですこれを聞いたサッチャーはアルゼンチンを許さない大軍をフォークランドに送り込みます その結果アルゼンチンを一瞬でやっつけてイギリスが勝利強硬外交を展開したのがまさにサッチャーの特徴でもありましたこれがイギリスです新自由主義の導入によって政府が極力お金を使わないようにするそれがイギリスの改革でした続いてはドイツを見ていきましょうこちらですさあまずドイツなんですが 西ドイツの首相コールです西ドイツの首相コールは彼の時にベルリンの壁が開放されドイツ統一が達成されますそして正式名はドイツ連邦共和国となったんです西ドイツが東ドイツを吸収する形でドイツ連邦共和国となり都は ベルリンに置かれたんですしかしここで統一したドイツある問題に直面しましたそれは何かというと東西ドイツの格差だったんです西ドイツはアデナウアー政権の時に奇跡も復興を遂げてます一方の東ドイツが低迷してたんですねそこでドイツ統一をした後の首相になったコールは 何とかしてこの経済格差を埋め合わせなきゃいけないまずい状態だ早く東ドイツの地域の経済を復興させなきゃそう考えたんですねそのためコール首相はドイツ国内というよりは外国から安い労働力を雇って比較的安い安いコストで生産しドイツの人に買ってもらおうそしてそれを輸出してドイツの産業を発展させようと 考えたんですしかしそこで発生した問題それがこちらです外国人労働者問題これは深刻です何かというとトルコ人などの外国人労働者が多く流入はっきり言ってドイツ人より彼らの方が給料安くて済むんですそのため彼らが多く雇われて国内のドイツ人失業者がびっくりするぐらい増えます でもこれはドイツ人を苦しめたいための方法ではなく安い労働力で物を作って輸出して儲けてドイツの産業を発展させようって狙いがあったんだけどかえってドイツ人失業してしてまったんですなんだよ外国人ばっかり雇いやがってここはドイツだなんでドイツ人が失業しなきゃいけないんだ。外国人なんて出てて出いいいけばいいやがてこれは ネオナチを生むことになりました現代版ナチ党って意味ですドイツはこの後外国人労働者を排斥しようそういうナチスを彷彿とさせるような政党が出てきたんです国内の産業を発展させようと思った結果が裏目に出てしまったそれがドイツです さあ、ポイントの二点目です。E. U. の発足、独立を維持した状態で、経済統合が進む E. U. を見ていきましょう。さあ、皆さん、まずは思い出してみてください。千九百六十七年に。E. C. S. C. ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体。E. E. C. ヨーロッパ経済共同体。 ユラトムヨーロッパ原子力共同体この3つが合体して1967年には EC= ヨーロッパ共同体というのが成立しましたそしてその後も EC というのはイギリスやアイルランドデンマークギリシャスペインポルトガルいろんな国をどん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 合わせていくようになりましたそして1990年代 ついにマーストリヒト条約というのがオランダで締結されます。eu ヨーロッパ連合発足の瞬間でした。欧州統合の推進を目的に経済通貨政治の面で統合を進めていこうこ。このような形でヨーロッパ連合が生まれます。ちなみに本部はベルギーのブリュッセルに置かれます。ブリュッセル。 ブリュッセルに置かれた EU の本部、ちなみに最寄り駅の名前はシューマンというのは第二次世界大戦後ヨーロッパ統合していくべきじゃないかって最初に言ったフランスの外務大臣彼の名前を取った駅が作られたわけです。なのでこのヨーロッパ連合というのは独立を維持した状態でみんなでくっついていこうじゃないかそういう組織です。 そして実際にこちらを見てください。ヨーロッパ連合 E. U. はユーロというのを導入していきます。このユーロというのは統一通貨。千九百九十九年には銀行決済から始まり。二千二年に各国の通貨が廃止され。このユーロを使用するようになります。そのため E. U. に加盟しているほとんどの国が。 ユーロを使うようになりますもちろんユーロを使っていない国もいます例えばイギリスとかですイギリスはユーロを使うことにメリットはないと判断したのでいまだにポンドを使ってますがフランスやドイツとかイタリアはユーロを使ってますそしてこのように各国の通貨を統一しドルに対抗するための新たな国際的な信用のあるユーロが作られたわけですそして現在 EU というのは かつての東ヨーロッパ社会主義諸国も参加20カ国を超えるものすごく大きな組織になってます。しかし、経済的な統合でえ止まってるだけです。政治的な統合はまだ進んではいません。このように全面的に経済協力をしていこう。ヨーロッパ、みんなで経済協力をしよう。それがヨーロッパ連合です。 さあそれでは今日一緒に勉強してきた内容を今から確認していきましょう今回は西ヨーロッパにスポットライトを当てて2つのポイントに分けて見ていきましたまずポイントの1では新たな経済政策の導入例えばイギリスの初めての女性首相サッチャーこのサッチャーはアメリカのレーガン大統領と同じ 新自由主義を採用していきます政府が極力お金を使わないように小さな政府を目指していくその代わり減税をするなどして自由競争を奨励していく経済をかもう勝手に民間に任せてしまう形ですよろしいですかそしてこのサッチャーの時に起きた戦争がフォークランド戦争 アルゼンチンがフォークランドイギリス領フォークランドを占領したことを受けて大軍を送り込みアルゼンチンを破りましたこのようにサッチャーというのは新自由主義を取ってイギリスの経済回復を試みようとした首相です一方西ドイツの首相それがコール首相西ドイツの首相なんですが 彼の時にドイツ統一が達成されるそして統一ドイツの首相に就任します彼はドイツの産業を発展させるために外国人労働者安い労働力を大量に使いましたところが逆にドイツ人が失業するなど新たな国内問題も生まれていったということですそして2点目がこちらです EU の発足 もともとヨーロッパの統合は進んでいたんですけれども1990年代の初頭にオランダのマーストリヒトで条約が結ばれここでヨーロッパ連合 EU の成立が決まりまりすそして EU は経済的な統合を強めるために統一通貨であるユーロを導入。 統一通貨としてユーロを発行ユーロを使ってない国もいますがほとんどの国はユーロを導入してますドルにアメリカのドルに対抗するための新しい通貨がここに登場したというわけですさあ皆さんこの章では1980年代以降の世界的な経済危機まずその経済危機を確認しましたそしてその経済危機が 冷戦の終結を早めることになったんですアメリカはお金がないソ連も経済的に厳しいだからもう冷戦はやめようそして冷戦やめた後アメリカとソ連がそれぞれ別々の動きをとっていくでもアメリカはアメリカソ連はソ連で新しいい問題を抱えていったんですアメリカの場合は経済問題ソ連の場合は崩壊してロシアになった後の民族問題です。 そして同じようにヨーロッパの国もそれぞれ問題を抱えていた例えばユーゴスラビアでは民族問題イギリスやドイツでは経済問題ですこのように冷戦の終結期その辺りから訪れた経済危機に各国がそれぞれどのように対処していこうとしたのか様々な工夫が取られましたしかし残念なことにこれといった解決策は見られず結局のところ だね現在このイギリスドイツも含めて経済危機に対処せざるるを得ないいい形がずっと続いているんです経済危機が冷戦の終結を早めた冷戦が終わっても経済危機は回復しなかっただから各国でそれぞれ独自の工夫が見られたというわけです。